まだ動きません。残り2周回。ホームを縦一本棒で通過した4番宮崎前前から7番手。前で後ろをちらりちらり。目で見やるは7番車坂本。そして1番大竹の前から3番手。ようやく腰上げて4番宮崎が行った。さあ、ジャンが鳴りました。中部勢抑えて4番の宮崎和明先頭に躍り出ました。マークは2番車藤原、8番田中、続く行かせて7番坂本、射程圏内か。前から4番手キープしていった。これで1番大竹のは前から6番手のポジション。1コーナーから2コーナー。さあ、4番宮崎が吠えている。マークはぴったりと2番8番も4番手から、ここは出ていく7番車坂本博之。乗っていけるか。1番の大竹の現在前から5番手、2番手まで接近。ブロックかいくぐれるかどうか。踏ん張る4番の宮崎に並んでは7番、さらに中央から2番、5番外からは9番、1番接近も7番車坂本。2着どうか。591と広がっています。さあ、6番の関谷鉄平上がっていく。察知して1番の武智和人を引きつけて上がってくるでしょうか。1コーナーから2コーナー。まだ両ラインの上がりはありません。前では8番車服部、1番の武智、その外からドカンと6番車関谷鉄平。現在4番手一度立ち止まった。インコースしゃくって1番の武智和人がこれを跳ねのけて中段キープなるでしょうか。4コーナーを通過。こうなるともう前で腹をくくりました。8番の服部の逃げ勝負。6番の関谷が上がってきて現在3番手2番手。それ以上いけるかどうか。1番の武智和人は現在中段前から4番手キープして、その足でまくり上がっていきました。鉄人パンチ炸裂。1番の武智和人先頭に躍り出て、マークはぴったりと7番高田、3番手も3番の小谷、瀬戸内勢ワンツースリー体勢整って、さあどうか。ブシュリ7番の高田大輔捉えました。7番1番5番9番の田口はどうやらすんなりと引いていきそうです。8番吉田凛太郎が中段へ足を伸ばしていきます。インコース引いて9番の田口。さあ、前は6番の深見に変わっています。8番の吉田凛太郎が前傾姿勢で踏んでいきました。ジャンが鳴る、ジャン発進だ。8番の吉田凛太郎先頭に変わった。7番望月、2番の大沢、東勢飛び出して9番の田口は現在前から7番手。中段は6番の深見ひろやです。さあ、残り1周となりました。8番の吉田凛太郎が吠えていく。マークはピタリと7番望月、2番の大沢、6番の深見は前から4番手。依然9番の田口は後方7番手。4番手から先発進、6番の深見が2番手まで浮上して山をくぐり抜けてくるが、その外から9番田口守るも来ている。乗っては1番の小原突っ込んでくる。6731、6番の深見弘也。2着どうか。731あたり接戦です。5番車水谷はスーッと引いて引いて前から6番手に交代しました。8番の木田が九州勢の後ろに付け替えて前から4番手。5番の水谷がこれで前から5番手のポジションです。2コーナーを通過する。後ろの気配読み取っていく2番車広田樹里。マイペース気づいていけるかどうか。さあ、6番手から踏み込み開始は5番車水谷庄司。上がってくる。ピッチを上げる間もなく5番の水谷庄司が先頭に躍り出ました。
されました。マークは1番車鈴木幸喜ピタリと続いて、3番手どうか7番の小西も追っていった。そして2番車広田樹里は包まれて現在5番手に後退した。後ろは9番の中村がしっかり続いてはいますが、2コーナーを通過、隊列は一本棒、逃げ体勢は5番車水谷、2番の広田は現在前から5番手上がってくるが、どうやら重い感じ。4コーナーを通過、前で決まるでしょうか。5番1番7番さらには9番も急接近で、1番5番さらには9番1番の鈴木幸喜となったかどうか。6番山口どうするか、一旦突っ張っていく動向を見せたんですが、ここどうか強引に抑えて、1番中川和孝誘導員早くも退避。6番山口ここで引いて前から7番手に交代しました。九州5番の三木は現在前から5番手あくまでも中段、6番の山口は引き切って前から7番手。このままがジャンが激しくなっていきますが、インコース潜って5番の三木3番手を狙ってくる。その外からどカンと行き切る6番車山口茂、真っ向勝負。6番の山口茂が叩き切りました。マークはピタリと9番山内、3番手3番高橋と続いた。1番の中川引いて二の足用意できるでしょうか。前から4番手のポジション、2コーナーを通過。さあ5番の三木あたりは万事休す。4番手から1番の中川上がる、ブロックかいくぐりました、ねじ伏せた。1番中川先頭躍り出て7番の奥田に続いた。さらには4番車詰め寄るものの、1番7番7番1番ワンツーフィニッシュは奥田に捉えたでしょうか。スーッと浮上しまして、1番の上あたりにプレッシャーをかけて、そして前へ前へと車を進めていく。3番の歩は一度引いて前から3番手打ち、外には5番服部が上がってはきている。1番の上は引き切って現在前から7番手。さあ中大地、3番の歩の追い出しに乗って5番車服部勝久が踏んでいった。ジャンが鳴る。5番の服部が先頭に変わった。後ろどうか。8番の井上がインコース包まれた。外からドカンと1番上幸宏が真っ赤していく。1番の上幸宏先頭に躍り出ました。マークどうか。9番の吉田博正懸命に追って、3番手5番の服部が収まった。二の足用意できるか。8番の井上前から6番手、3番の不破は8番手。3コーナーから4コーナー逃げるは1番の上、合わせる5番の服部、外から8番の井上も勢いよく飛び込んでくる。195広がりまして、9番吉田博正2着どうか。57に接戦か。さあ上がってまいりました。3番車野口正則察知して、2番の松岡義孝先上がり。1コーナーから2コーナー、7番の大石は車引いた。外から3番車野口気を伺って、インコースから7番大石も気を伺っているが、まず2番の松岡が出て3番車野口正則が行った。3番の野口が先頭に変わって、その後ろ2番の松岡変化、外から一夜当時7番の大石高春躊躇なく叩いていった。7番の大石が先頭に変わって、その後ろ6番田中が守っていって、3番の野口正則が前から3番手、外からドカンと1番吉原やってきている。現在2番手、6番の田中のブロックこらえていって、現在2番手外。3コーナーから4コーナー、7番の後ろ6番1番頑固、その後ろも3番9番もごちゃつきまして、7番の大石踏ん張る踏ん張る。どうやら大石か、それとも6番田中も最後迫っています。
7番坂本周期上がる、2番の山田洋平も突っ張っていた。さあ7番の坂本周期先頭もここはどうでしょうか。跳ね抜けて今は2番車山田洋平が番手のポジション、そこから飛び出していって、5番の角良が必死に食らいついていく。2番車5番車8番の福島まで出切りました。7番の坂本周期ここで引いて前から6番手に交代していった。そして上がってくるは9番の伊勢崎、どこを狙う3番手のポジションだ、アウトコースだ。1コーナーから2コーナー、2番の山田洋平がそのままかける番手は5番の角良、3番手8番の福島と9番の伊勢崎がやり合っている。4番手も4番車1番車並走を待っていた。7番の坂本が二の足用意、まくり上がるが弾かれてしまった。4コーナーは通過、前で決まるか。2番5番外からは8番車9番車急接近も5番2番5番の角良正義。まずは大西にプレッシャーをかけて、そしてすっと上昇。1コーナーから2コーナー、2番の矢野に並びかけたところで矢野がスパート。2番の矢野正彦、どうやらそのまま主導権を握る体勢になりました。山口跳ねのけられて、それでも二の足用意、上がってきているんですが、後ろは遅れている。現在2番手強引に行こうかといった体勢ではありますが、跳ねのけた。2番の矢野正彦がそのまま主導権握っていく。1番の大西優7番手からいざ反撃開始。1コーナーから2コーナー、ロングスパートで大西が2番手まで力発揮。2コーナーを通過、1番大西優飲み込みました。破壊力。3番の港誠司がぴったりと張り付いています。3番手9番の内村も追ってきました。瀬戸内3者決まる。1番大西の番手から3番港誠司。さあ前では8番車守屋、3番手に6番の猪狩、様子を伺う2番車シサメイ、一度5番手で足を止めおいて、さあわずかにじわじわと踏み込んでいきます。2コーナーを通過、2番のシサが先頭に変わった。7番の総崎まだ来ない、前から7番手、隊列一本棒になりました。8番の守屋が前から3番手、そして5番手から6番の猪狩勇気が行く。4コーナーを通過、前では突っ張っていく2番のシサメイ、も頑固。さあ6番車2番車、6番の猪狩勇気捕まえるか。外からは7番の総崎セレンが時を待って今放つ。7番の総崎セレン先頭に躍り出ました。マークはぴったりです。1番車久米良四国勢出た。その後ろは2番車3番車9番車こじれ合って4コーナーを通過。もうマッチ勝負決まった。1番の久米良優勝、2着7番、3着2番です。うちには7番の伊藤正樹も突っ張るか。1コーナーから2コーナー、さあ伊藤を抑えながら後ろの様子を気にかけながら、3番の川村浩二、そして2番の門田涼が上がって、現在4番手外コース。インコース7番の伊藤正樹も早くもピッチを上げている。3番の川村浩二がそのまま逃げ態勢だ。マークはピタリと9番三谷、3番手9、4番の北川が続いて、一夜投じる2番の門田涼上がってきているんですが、弾かれてしまった、交代となりました。逃げは3番の川村浩二、番手は9番の三谷、さらには4番北川、4番手で5番の山口富夫がスイッチはしている。外から6番の三上、現在5番手外いっぱいか。4コーナーを通過、前で決まる。3番9番4番、さらには山口富夫も詰め寄るか。3番の川村浩二振り切って優勝かどうか。